アントニオ・サリエリはイタリアの作曲家。名前はアントニオ・サリエリと表記される場合もある。新生ローマ皇帝、オーストリア皇帝に仕える宮廷学長としてヨーロッパ楽団の頂点に立った人物であり、またベートーベン、シューベルト、リストラを育てた名教育家でもあった。彼はウィーンで作曲家として、特にイタリアオペラ、室内楽それと、 宗教音楽において高い名声を博した。彼の43曲のオペラのうち、最も成功したのは、パリのオペラ座で初演された、ダナオスの娘たちとタラールだった。1778年、ミラノのスカラ座の会場を飾ったのも、彼の見出されたエウローパである。死後はその名と作品を忘れられたが、ピーター・シェーファーによる儀曲。 アマデウスおよびその映画版の主人公として取り上げられたため、知名度が上昇。2003年に大メゾソプラの歌手、チェチーリ・ア・バルトリがアルバムを出すなど、21世紀に入ってからは音楽家としての再評価の動きもあり、2009年からは記事レニャー語でサリエリ・オペラ音楽祭が毎年開催されている。レニャー語に生まれたサリエリは幼少の頃から、 タルティーニの弟子であったバイオリニストの兄、フランチェスコや、レニャーゴ大聖堂のオルガニストだったジュゼッペ・シモーニの音楽教育を受けた。1763年から翌年にかけて両親が相次いで死亡して孤児となり、はじめは兄のピエトロのいる北イタリアのパドバ、ついでベネツィアに住んで声楽と通奏低音を学んだ。ウィーンで活躍していた。 作曲家フロリアン・レオポルト・ガスマンが1766年にベネツィアを訪れた時に当時15歳のサリエリの才能を評価し彼をウィーンに連れて行った。ガスマンはサリエリをウィーンの宮廷に紹介した。以後、サリエリはウィーンに泊まり、ここでメタスタジオやグルックラの面識を得た。サリエリは1768年に最初のオペラ、 ウエスタの処女を作曲した。上演された最初のオペラは、モリエールの儀曲、女学者を原作とする同盟のオペラで、不在だったシノガスマンに代わって19歳のサリエリが作曲し、1770年1月10日にウィーンのブルク劇場で初演された。サリエリとボッケリーニはその後も協力してオペラを発表し続けたが、 1772年の喜劇オペラ、ベネツィアの詩で当たりを取り、サリエリの名声を確立した。サリエリはグルックによるオペラ改革の支持者であり、早く1771年に最初のオペラセリア、アルミーダを作曲しているが、非常にグルック的である。1774年にガスマンが没すると、皇帝ヨーゼフ2世によってその後継者として、 宮廷作曲家兼イタリアオペラ監督に任命された。ヨーゼフ2世が宮廷のイタリアオペラ座を解散していた期間、サリエリはしばしばウィーンを離れて他のために作曲した。その一つ、1778から79年のベネツィアのカーニバルのために作曲した焼き餅焼きの学校は長くヨーロッパ各地で上演された。1780年には、 ウィーンに戻り、ドイツ語オペラ、煙突掃除任を作曲して成功している。宮廷のイタリアオペラ座が再開すると、サリエリは新たに宮廷詩人に任命された、ロレンツォ・ダ・ポンテの台本作家としてのデビュー作となる、ツイ長者を作曲したが失敗に終わった。ついでサリエリは、ジャンバッティス・タカスティと組んでオペラ、トロフォーニオの洞窟を作曲したが、 オフィーリア役のナンシー・ストレースが病気で一時的に声を失ったために初演が延期された。この時に書かれた合作昇歌がカンタータ、オフィーリアの健康回復に寄せてである。カスティとの共同作品としてサリエリは他に、はじめに音楽、次に言葉、タタールの大王、フビライハーンを作曲している。当時、グルックは活動本拠をパリに移し、 ウィーンの宮廷学長であるジュゼッペ・ボンノは引退状態にあったため、サリエリが当時の宮廷で最も重要な作曲家になっていた。このために1778年のミラノスカラザのコケラ落としのためにオペラ、見出されたエウローパを作曲する栄誉がサリエリに与えられた。1788年にボンノが没すると、その後継者として、 宮廷学長に任命され、亡くなる直前の1824年まで36年間、その地位にあった。サリエリはイタリアオペラの作曲家として成功したが、1784年から1787年に、かけて3曲のフランス語オペラを作曲して、パリで名声を得た。1784年に初演されたダナオスの娘たちは、はじめ、 グルックとの共作として発表されたが、後にサリエリのみが作曲者であることが明らかにされた。自作、オラース兄弟は失敗に終わったが、ボーマルシェの台本によって1787年に作曲したフランス語オペラ、タラールでは最大の成功を得た。ヨーゼフ2世の要望によって、タラール・アダ・ポンテによってイタリア語に本案されて、オルムスの王。 アクスールとして上演され、こちらも成功した。タラールに代表される後期の英雄喜劇あるいは英雄悲劇作品では、サリエリはオペラセリアとオペラブッファ、あるいはイタリアオペラとフランスオペラという伝統的区分を融合して、新しいジャンルの音楽を意図的に生み出している。オード戦争の勃発以降、宮廷でのオペラ活動は低調となった。 サリエリは1798年に、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、ウィンザーの陽気な女房たちを原作とするオペラ、ファルスタッフを書くが、その後オペラの作曲は低調となり、1802年以降は、新作を書かなくなった。その後は主に宮廷の教会用に、宗教作品を書いた。1804年には大規模な、 レクイエム派短調を作曲し、1815年には、最後の還元楽作品である、スペインのラフォリアの主題による26の変奏曲に単調を作曲した。1817年には、ウィーン・ラク・協会音楽院の指導者に就任し、また、ニューイヤーコンサートで有名なウィーン・ラク・協会の黄金ホールの設計、特に空間性、音響効果の設計にも携わっている。 亡くなる一年半ほど前からは認知症に苦しみ、1825年5月7日に、ウィーンで死去した。去年74歳。同年6月22日に行われた、サリエリの追悼式では、1804年に作曲された、自身のレクイエム破綻調が初演された。墓所は、ウィーン中央墓地、オーブロック、第二門を入って、左側平ドイにある。 イタリア出身のため、最後まで流暢なドイツ語が話せなかったと言われている。サリエリは、高い社会的地位を獲得し、しばしば、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンなどの著名な作曲家との交際があった。教育者としての評価も高く、彼の訓導を受けた有名な生徒として、下記のような一流の作曲家が彼の指導の恩恵を受けた。また、 ベートーベンのウェリントンの勝利初演に参加し、報酬や太鼓奏者のための副指揮者を担当していた。サリエリに関する事柄で最も有名なのは、モーツァルトと対立したことであり、1820年代のウィーンでは、サリエリがモーツァルトから盗作したり、毒殺しようとしたと非難するスキャンダルが起こった。ただし、これらは何一つ立証されてはいない。 これはロッシーニを担ぐイタリア派とドイツ民族のドイツ音楽を標榜するドイツ派の対立の中で宮廷学長を長年独占してきたイタリア人のサリエリが標的にされたと言われている。ただし映画アマデウスなどで描かれているような彼が 精神病院で予生を閉じたり、モーツァルトを死に追いやったと告白する場面は、当時のスキャンダラスな風文を元にしており、事実とは大きく異なる。実際に彼は、死の直前まで入院していたが、それは、痛風と視力低下が元で起こった、怪我の治療のためである。ただ、身に、覚えのない噂に心を痛めていたらしく、弟子のイグナーツもシェレスに、 わざわざ自らの無実を訴えたところ、帰ってこれがモシェレスの疑念を呼び、彼の日記にモーツァルトを毒殺したに違いないと書かれてしまう結果になる。彼はそれ以前にもロッシーニからもモーツァルトを本当に毒殺したのかと、面と向かって尋ねられたことがあり、その時は毅然とした態度で否定する余裕があったが、 病苦と怪我で気が弱くなっていたのは事実である。実際の彼は経済的に成功したためか、事前活動にも熱心で、弟子からは一切謝礼を取らず、才能のある弟子や生活に困る弟子には支援を惜しまなかった。職を失って困窮する音楽家やその遺族のために、ご助会を組織し、事前コンサートを毎年開催し、 有力諸行に困窮者への支援の手紙を書くなどしている。また、モーツァルトのミサー曲をたびたび演奏し、魔キを高く評価するなど、モーツァルトの才能を認めて、信仰を持っていたことが明らかとなっている。一方、モーツァルトは1773年に、ピアノのためのサリエリのオペラ、ベネツィアの詩のアリア、我が愛詩のアドーネによる6つの変奏曲と、 長々計1 8 0を作曲しており、ウィーンでの就職を狙って作られたと考えられている。なお、1791年のモーツァルトの死に際して、サリエリは葬儀に参列し、1793年1月2日、ゴッドフリート・ヴァンスビーテン男爵の依頼によりサリエリは、モーツァルトの遺作、レクイエーム二単長計6 2 6を所演した。これらの作品はどれも、 サリエリをモーツァルトに対し深い嫉妬を持ち、極めて不誠実なことをした人物として描いている。しかし、映画、アマデウスはサリエリへの新解釈としても知られる。なお、アマデウス劇中でサリエリは大のアマトウとして描かれており、一冒頭の自殺未遂の直前、様子のおかしいサリエリに対して、召使いが歌詞を持参する。二級中で、モーツァルトを 初めて目撃する直前、パーティー会場裏に準備された歌詞をつまみ食いしようとする。モーツァルトの妻コンスタンツェが相談に訪れた際に、珍しい歌詞を勧める。など歌詞にまつわる描写が多々見られる。ありがとうございます。